それでは全日本 S3 選手権第11戦 S3N クラス昨日に続いての練習になりました小泉選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。これで今季6勝目ということになりましたけども、今日のレースいかがだったでしょうか。はい、昨日の14ラップに対して今日は20ラップ で、まあ、天気予報がいい意味でいい方向に外れたんですけど、ただ土砂降りよりは良かったかもしれませんけど、本当金曜日のフリー走行と同じぐらいとにかく暑くてですね、非常にこうきつい、体力的にも厳しいレースでした。まあ、スタートで逆転をしてトップに立ってというレースで、はい、まあ、おそらく思い描いて得られたような展開になったのかなと思うんですけど、その後かなり厳しいレースの展開もありました。いかがだったでしょうか。はい、昨日のレースのベストラップを見ても久保君が、まあ、ファーストを取ってて、他の人たちもほとんどタイム変わらずにいたもんですから、スタートでこう前に出ないと、まあ、ちょっと抜けないサーキットといいますか、抜けにくいサーキットなもんですから、まあ、なるべくスタートできちっと前に出て、前にさえ出れば、まあ、抜かれにくいのもあるもんですから、まあ、自分のレースペースでは出走ってれば抜かれずにそのままいけるかなとは思ってました。終盤、ややペース的に好選手が落ち始めて、徐々にこうセーフティーリードといいますかね、1秒2秒というふうにギャップを広げていったんですけども、後半にかけてはやはりこう小泉選手自身というのは楽な展開になったでしょうか。いえ、決して楽な展開ではなかったんですけども、まあ、ずっとこうミラーを見ながら、昨日もそうですけど、ミラーを見ながら走ってまして、で、まあ、中盤ぐらいから確かに久保君、大陸君がこう落ち出して、落ち出したなというのは分かってたんですけども、まあ、昨日もそうですけど、まあ、タイヤにも非常にこう厳しいというのも分かってたもんですから、私も前半、まあまあまあ、プッシュはしますけど、タイヤをこう終わらせちゃわないように走ってたもんですから、まあ、最後まで私はタイヤは大丈夫でしたね。これで6勝目と先ほど言いましたけども、まあ、また次須郷へ向かうというところですけども、最後に一言お願いします。はい、須郷もフィーリング的に嫌いなサーキットではないんですけども、まあ、いつも通りみんなも速いでしょうし、まあ、私もミスなくきちっと走り込めればいいなと思ってます。はい、はい、じゃあそこでも期待してます。はい、ありがとうございました。